平野紫耀、新たな趣味にファン驚愕。髪の毛を丸めて楽しむ彼の癖とは元、キング、リンチェプリンス、メンバーでシングループンウンベル、ナンバーアイ、メンバーとして活躍する平野紫耀が10月、16日に自身のインスタグラムで行った意外な行事がファンを驚かせました。髪を切った後に行う彼の独自の癖とは一体何なのか 本記事では、平野潮の新たな趣味に迫りつつ、その背後に潜む興味深いエピソードを掘り下げていきます。平野潮の髪切り後の癖とは ?10 月16日、平野潮は自身のインスタグラムストーリーズを通じて、髪を切ったことを報告しました。これはファンにとって喜ばしいニュースであり、多くの期待が寄せられました。 しかし、驚きは、それだけでは終わりませんでした。平野は、その後、髪多めに切ったら絶対やることですしょう、こちらしょう、との言葉とともに、何かを匂わせる投稿を行います。そして次のストーリーでは、なんと自身の髪の毛を丸めた、毛玉、の写真を公開。これには、ファンたちも驚きの声を上げました。平野が、髪を切った後に行う癖が、 髪の毛を毛玉にして遊ぶというものだったのです。愛着が芽生えた毛玉なぜ平野仕用は髪の毛を丸めて毛玉にするのかその理由は彼自身の愛着にありそうです。地なる投稿では現場連れてったショーをわらわらと告白。つまり彼はその毛玉を様々な場所に持ち歩くことを楽しんでいるようです。 また、前日に所属事務所、飛べ、の YouTube で行った生配信では、東京ドームのグラウンドにも毛玉を持ち込み、それを使って遊ぶ様子が見られました。生配信では、毛玉を野球ボールのように投げたり、自分の頭の上に乗せたりする様子を披露し、視聴者を沸かせました。 平野紫仕様の新たな趣味にファンの反応平野仕様の新たな趣味についてファンはどのように反応しているのでしょうか ?SNS 上では彼の毛玉遊びに対するコメントが多数寄せられました。ファンからは可愛い,いすぎる。癒されるといった喜びの声や彼のユニークな一面に対する賞賛が相次いでいます。一方でこれが平野仕様の日常なのか こんな遊び方もあるんだな、といった驚きや興味深さも感じられます。彼がファンと自身の一面を共有することで、ファンとのつながりをより深めている様子が見受けられます。平野耀の癖に込められた意味や野潮の髪を丸めて毛玉にするという独自の癖には、一体どのような意味が込められているのでしょうか 髪を切ること自体が新しいスタートや変化を象徴する行為であると言われています。その後に毛玉にすることで、平野は自らの変化や新しいスタートを愛着を持って受け入れているように見受けられます。また、毛玉を様々な場所に連れていくことで、仕事やプライベートの場面での楽しみや遊び心を大切にしている様子が感じられます。 この行為は単なる趣味だけでなく、彼のポジティブでユニークなエネルギーをファンと共有し、共感を呼び起こしていると言えるでしょう。生配信の舞台裏に見る平野耀の素顔前述の通り、平野耀は生配信の舞台裏で毛玉を活用し、ファンを楽しませました。生配信では彼のリラックスした様子が見受けられ、意外にも緊張感がなかったようです。 このことからも、平野市用がファンとのコミュニケーションを大切にし、自然体でリラックスした状態でファンに接する姿勢が伺えます。彼の率直な言動や行動からは、一部のアーティストが持つクールで距離のあるイメージとは異なる、親しみやすい一面が感じられます。平野市用が髪を切った後に行う意外な癖それが、 髪の毛を丸めて毛玉にするという独自の趣味であることが分かりました。この行為には変化や新たなスタートを楽しみながら受け入れる彼のポジティブなエネルギーが込められているようです。ファンとのコミュニケーションを大切にし、ユニークで愛らしい一面を披露する平野市よ彼の新たな趣味は、ファンとの絆をより深め、親しみやすいアーティストとしてのイメージを構築しています。 これからも彼の活動に注目が集まることでしょう。